MOI シミュレーション第45話、始まります。岩のシミダーを処刑しなかったところから、スタートです。ちなみに処刑すると副長から恨み事を言われつつ、団長の墓を守るため逆らわない旨を伝えられます。こうして各地に小さな不平不満が溜まっていき、クーデターが勃発するんやなって。メンバーインスタブリズは二人目の手手兵、スキルはホドリックと一緒。一軍に投入するかは微妙ですが、中枠のどこかで足りない前衛を担当させるといいでしょう。それもクワットにアイテムを納品。ヤギ獣人も喜んでいらっしゃるよ。続いて猫獣人も喜んでいらっしゃるよ。最後に人間獣人も喜んでいらっしゃるよ。守備隊長にはブリスを任命。またモブ兵が少なくなってきたの。それもクワットの目玉商品を2つ。復興20、AP-1 と HP-50% の重いデメリットがつくデスピラー。AP 消費3のリーサルグノムは、対象が毒なら即死というスカーレットニードル。毒剣使いやトラビスと組ませることで、どんな屈強な敵も即倒せる特殊編成が可能。魔術師のガントレットで使えるのは、AP 2消費のソーサリーブロー。物理魔法混合の威力150で気絶付与。ただし装備可能なのは魔術師だけ。他のクラスで装備できればいいアクセですが、物理の低い魔術師では宝の持ち腐れでしょう。あとはいつものペンダントと、速度10度の羽飾り。買い物の後はご飯タイム。お召し上がりください。いただくとしよう。これも美味しいぞ。食事も取ったし、頑張っていきましょう。クライブは元気いっぱいでよろしい。では親密度会話をチェキ。まずはアレインとホドリック。ドラケンガルトが誇る要塞プリツトラーゼ。のんびり観光できる日が来るとは思わなかった。女王イラニアの統治時代に他国侵攻はなかったが、一度だけ地方騎士が暴走しかけたことがあった。アレイン2歳。15年前のこと、要塞方面を担当するホードルが決起に流行り突撃を準備。無謀な要塞攻めは兵を犠牲にするだけ。ホドリックが止めに入るの聞く耳持たず、女王の命令が何だと不敬発言をするホードルに対し、バラモア将軍が和平に動いていると説得。武闘派の将軍として尊敬を集めていたっぽいバラモア、和平交渉に動くとは意外な一面。アリアヌとか言われるあたり、そそのかしたのもバルモアっぽいですけど。和平交渉をするような男がそれから5年で知性ゼロ太郎に、一体何があったのやら。ともあれ関係改善に努めていた女王のように、いやそれ以上に両国関係を良好なものとする。その決意を新たにするアレインでした。お次はアレインとクライブ。牙で街道を駆け抜けるクライブ。騎士団領のファソンから、魔女の里の東にあるリードプレリへ。町の前で馬を止めると、前に乗せていた少年を下ろす。目を輝かせる少年、憧れの眼差しを背に受けながら、クライブは颯爽と立ち去る。その様子を遠くから眺めていたアレイン。この王子どこにでも現れるな。騎士とはすなわち貴族。だがそれを鼻にかけるような振る舞いはしない。騎士団領の騎士は生まれではなく、能力によって選ばれるため平民でも成り上がれる。元騎士団領所属のベラニスも、平民上がりの騎士であった。馬を持たずともその実力は本物。とはいえそれは騎士団領の話であり、本来は大貴族が下級貴族を雇い騎士とする。主君への忠誠というのは建前に過ぎず、土地も発言権も持たない非常に弱い立場。そんな状況を打破するため、戦線外王ジェラールが広大な土地を騎士に与えた。牽制と呼ばれたジェラールは型破りで、権威に疑問を持ちわずかな側近とコルニアを旅した。家柄を問わない実力主義の領地。その恩義に報いるため、騎士団領は王権のみ忠誠を誓った。その割には食料に釣られて謀反してましたが、かくして中央南部にできた広大な騎士団領は、地方大貴族への抑止となり内乱が発生しなくなった。祖父が成した功績、騎士団領の由来、自分はコルニアの歴史を何も知らないのだなとぼやく。後でジョセフに文句言ったろ、そう思うアレインでした。お次はアレインとトラビス。何やらうなりながらうろうろと歩き回るトラビス。トイレの順番待ちかな？浜辺でしても、バレへんやろ。珍しい気候に悩み事でもあるのかと尋ねる。何でもないと言いかけますが、コミュ力キングのアレインならば。というわけで相談開始。気まずい相手との仲を進展させる、いい方法はないか。自分のことじゃないとは言うものの、相手はベレンガリアかブルーノのいずれかでしょう。素直に自分の思いをぶつけるのが一番だ。それができたら苦労してねんだわ。そこへ二人目のコミュ力強者、レックスが登場。話を中断するわけにもいかず、レックスにも意見を聞いてみることに。仲良くなりたいなら優しくしろ。真っ当なアドバイスするじゃん、アゼルバイジャン。具体的にはどうするんだと問われ、パンやらベリーパイをもらったなと回想するアレイン。
じゃあ、レッテレックスからアレイヤへのラブコールだったのか。そういえばブルーノの親密度エペでトラビスから好物をもらって困惑してましたね。アレインが助言したアレインが解決する王の親密度マッチポンプだ。二人には黙っておこうと思ったアレインでした。ソルバクワットから西に進むと古代遺跡付近で狼獣人発見で、こちらを見るやいきなり襲いかかってきました。まるでユニフィーみたいなやっちゃで、こんなところをうろついているとゼノイラと勘違いされるぞ。そんなことを言う狼の名はゴーミル。こちらが解放軍だと分かると話があるといい、遺跡の中へ案内。これって勘違いすんなよ、まだ生きてる。先の戦いで動けなくなった仲間さ、全部ゼノイラにやられた。俺たちはこいつらを解放しながらゼノイラと戦う仲間を集めてるんだ。だがベルトランってやつは今のままが平穏だと抜かしやがる。あの戦いから何年経った。あれから何が変わった。何も変わっちゃいねえ。俺たち獣人はゼノイラに虐げられ、挙句には奴らの道具にされてる。こんな状況を放っておこうってのがベルトランの野郎の考えだ。そこで頼みがある。北の砦のベルトランを一緒に倒してくれ。あいつが睨みを聞かせてる限り俺たちは身動きが取れねえんだ。言い分は分かった。少し時間をくれ。仲間とも相談したい。そうか、分かった。終わったらまた声をかけてくれ。勝ち取らなければ平和が訪れないという言い分はもっともですが、猫獣人や雪獣人のように戦いを得意としない者も大勢いる。一億総火の玉というわけにはいかんでしょう。ひとまずもう一人の当事者ベルトランのもとへ。ゼノイラ軍の侵攻に抵抗し生き残った同志であったか。獅子よ、我らもお主たちと同じだ。この地を守るため必死に抗った。しかし無駄だった。町は破壊され、多くの者が死に、希望はついえた。だが幸いにも命をつないだ者たちがいる。わずかながらの平穏がここにはある。故に現状でいいと思っとるのじゃ。無益に争い血が流れるよりもな。ところがゴービルという若造が仲間を戦いに先導しようとしている。あろうことかゼノイラ軍との戦いにな。ことを構えれば生き残った仲間が再び危険にさらされることになると。そうだ、奴を止める以外に平穏を守る術はない。たとえ力ずくでも。だから頼む、我々に協力してくれ。南に陣取るゴービルを止めたいのだ。申し出は理解した。少し時間が欲しい。仲間と相談したい。ああ問題ない。話がついたら声をかけてくれ。信仰論と服従論を唱える2つの勢力、そのどちらにも有無を売り、マストリアスへの影響力を強める。熊獣人の士族長であるベルトラン、狼獣人の急先鋒であるゴービル、この2人をシンコルニア派にできれば戦後の外交がやりやすくなるというもの。そこでアレインは一計を案じ、双方の勢力が陣を構える拠点の中間地点へ。65章、抗う者、抗わざる者。それでアレイン、間を取り持つ方法って？両陣営と戦う。え？正気か、アレイン。彼らはどちらも己の信じる正義に従って行動している。それを生半可な説得で解き伏せるのは難しいと思う。ならば双方に力を示して話の場につかせるしかない。でもどうやって？まず使いを出すんだ。ゴービルとベルトラン両方に伝える内容は、連年失敗続きにもかかわらずその都度階級が上昇する奇跡の人ビッテンフェルト提督へ、機関の端緒は勇気と思慮の不均衡にあり、それを是正したく思われるなら我が軍を攻撃されよ。機関は失敗を教訓として成長する最後の機会を与えられるであろう。喧嘩を売られたゴービルとベルトランは互いに解放軍が相手側についてと勘違い。
動員できる全戦力を投入し、解放軍を叩き潰すため行動を開始。南側からはゴービルの勢力、北側からはベリトランの勢力が出陣。ドラケンガルドの防衛戦では投石機などの準備がありましたが、今回はほぼのサラジの拠点で包囲状態。うちを誤れば一部分から突き崩され、拠点の駐備不可避。なんだか思った以上に大変なことになったが、ここまで来るとかえって落ち着いてしまうアレイン。両陣営の点数の箇所を狙えと言われますが、目指すは無論全滅勝利。以上、三機前進。出陣いたします。出陣します。出撃する。出陣いたします。バストリアス領中央西部制圧作戦。必ず勝つしか。まずは三方に分かれて進軍。東側でバージニア隊がバトル。引きません。みんな踊れ。誰も死なせ。みんな耐えて。まだまだいけます。一掃します。食らいなさい。キル。よそりをするな。よう、ダメだ。やったな。怒らせたな。投げ飛ばしだぜ。はい、はずは勝利です。コルニア王家の血が騒ぐ。これからはもっとお役に立ちますよ。力が湧いてきた。精進し続けます。 Y レベルアップだ。4人のレベルが29に到達。6ピン、5ピン、6ピン、6ピン成長。誰に盾ついてるとお思いですか。みんな踊れ。速攻だ。攻勢に転じる。研ぎ澄ませ。私が相手だよ。援護するわ。私も行く。共に進もう。さあ、これ援護するわ。お見通しを受け止めます。貫く。絶対に勝とう。めった打ちだぜ。傷を癒します。この程度ですか。これで兄上に近づけただろうか。 Y レベルアップだ。撃破したわ。ユーベルトやレベルが詐欺はどちらへ。HP、命中、回避がアップ。南側に侵入するとイベントが発生。正面から叩き潰せと吠えるゴービル。それはこっちのゼリフ度合い。私の前に立つなんて向こう見ずな方。みんな踊れ。疾風のごとく。私が立つ。圧を高めよ。一発必中。続こう。残念ね。行くぞ。参りましょう。好きにさせてやれ。もお守りします。はぁ、よっ。くしょー。てめえ、支払う。追撃か。無念。さあ、これを。そうだよ。出させます。私が立てます。当然の結果です。この力必ず役立てます。 Y レベルアップだ。どうさもなかった。クライブのレベルが30に到達。 HP、 仏光、仏門、魔法、速度がアップ。みんな踊れ。頑張って。受けてみろ。かかったな。お願い。そうだよ。大丈夫ですか。よし、いい子ね。これくらいお手の物です。 Y レベルアップだ。セレストのレベルが30に到達。強化版1列ながりエリアルスメイトを習得。威力が上がって AP ダウンのおまけ付き。お相手いたしましょう。みんな踊れ。気を張れ。くたばんじゃないよ。勝ってみせます。回復します。現実に行きましょう。
ワイレベルアップ良い調子です。ミアちゃんのレベルが29に到達。制圧しました。HP 成長。西側にグロステ隊を出撃させ、中央でヤーナさん隊がバトル。みんな踊れ。気をつけて。敵を打ち倒す力を覚悟するんだね。行きましょう。頑張りなさい。よっ、見殺しだぜ。これをやりすぎたかしら。こんなものかい。グロステ隊は南西ルート、モニカ隊は北西ルートへ。思い知らせて差し上げますわ。みんな踊れ。先手必勝だ。何分だそれ。攻勢に転じる。必ずできる。共に進もう。参りましょう。押し込む。ないね。出させません。ラルズ。いや、強い味方。これは傷を癒します。この程度か。この力で皆を守りましょう。日頃の鍛錬の成果ですわ。これで褒めてくれるかい。ワイレベルアップだ。この3人のレベルが3中に到達。グレートシールド、ボルケーノを習得。立ち塞がるなら排除する。グレートシールドや珍しい AP を BP に変換する技。攻撃を捨て、ラインカバーするための姿勢を。ボルケーノは全能パンチに威力150。おもてで延長を組む。お任せを。説明中に終わったぜ。行きますよ。どうぞ。当然の結果だな。この勝利を天に捧げる。北側ベルトランに一定距離近づくとイベントが発生。数の力で押し返せというものの、結構分散して展開してるからな。我が武勇お見せしましょう。みんな踊れ。守りを固めろ。遅れは取りません。私の分も。続きます。クライスもやっちゃって。私に任せろ。こいつ怒らせたな。決めなさい。油断するな。クライダー失礼します。切り捨てたぜ。はい、戦果は上昇です。このまま進みましょう。中央南部ショゴラポルトの町の近くで負けませんよ。進軍停止。北西部隊は森に隠れ奇襲態勢に入ります。こっちとしてはやること変わらないので、どうでもいいんだ。しません。みんな踊れ。守ってあげる。応急手当よ。分けてあげるわ。お見と精霊よ、力を貸して。これでしまいよ。力をお貸しします。さあやる。援護するぜ。はいよ。それ精霊よ、感謝します。おしまいですね。南西グロステ隊が接敵。これで7部隊広がるように戦場に。ノラマになって、しっかりしろ。いえ、ほら瞬殺だぜ。それほらよ。ワイレベルアップ。このまま勝ち続ける。クロスタのレベルが28に調節。 6P 成長。引きません。みんな踊れ。誰も死なせん。スキルは立てない。観念しろ。ひっ、支えるわ。まだまだいけます。遅れを取るな。任せたわ。
強化するわ。皆に加護を頼んだわ。遅れを取るな。頼むわ。強化するわ。回復よ。よそ見をするな。チリと化石だ。やったな。じっとしてなさい。許さんぞ。我らに勝利を。守りの力を。中央駒を抑えたらエンデルヤーナさんに出勤させ、トラビス隊の勢力アップ。ありがとうございます。さらにファストエールでヤーナさん隊の速度アップ。完璧な連携だ。ライブ制圧が進み、両勢力対象の喉元に接近。お相手いたしましょう。みんな踊れ。気を張れ。やらせないよ。遅れは取りません。気だ。期待しています。お見通しよ。やらせないよ。させるか。くらえ。気だ。制します。続くよ。あたしが相手だよ。えいっか。見る。いきます。やりましょう。おう、よそ見をする。ガン油断する。一掃します。守りの力を。癒しを。どうだ。ご利用しだぜ。勝利です。どこまで強くなるのだ私は。これでよりお役に立てますね。より高みを目指します。まだまだ強くなるよ。少しは強くなれたでしょうか。ワンレベルアップ。よし。5人のレベルが30に到達。バージニアがコルニア剣術奥義ブランディッシュを習得。ドームユニアが使っていたセクシー3連撃ラードッカ防御 50% なし、命中時 BP プラス1、怒りを引き付けるアクションを引っ下げた。どんな相手にも一定のダメージが見込める前しなさ。オクリーステイが南部拠点に突撃。リキッドラックを使用してゴービルとバトル。俺たちは俺たちなりの考えで戦ってる。邪魔すんじゃねえ。速度重視の編成など、ベレンガリアの速度ダウンで一網打尽。あとはボコボコにして差し上げる。どうね。耐えてください。連携だ。耐えられるか。行け。まだ終われないか。立って。続くぞ。私も行く。チクショーめ。チクショーはそっち定期。どうぞ。このまま進むぞ。ワイレベルアップだ。これは天命なのだ。まだ伸び足りないね。学びは尽きないか。また少し強くなる私いいでしょ。5人がレベルアップ。レベルマリアのディアボネーターを習得。AP に消費、威力75の2連撃。敵が状態以上なら威力75アップ。自身の BP プラス1。制圧完了。ロルフにフレームセーバーを使い先制することで、確実に威力150の2連撃を打ちかまされるわけだ。ワープ開始。デミヘルヤーナさんを呼び込み、バージニア隊はデミトライに突撃。リキッドラックを使用して、作戦活路を変更。みんな踊れ。道理のわからぬ者どもめ。争いの目は積むしかあるまい。こちらは防御中心の編成といっても、この重心は火力も高め、行動させるとかなり厄介なので、速攻で倒せる重装キラー、キトラの出番。勝ってみせます。やってしまって。よそ見をするな。どうだ。これは逃げるなよ。やったな。いけ。もはやこれまでか。前衛クマの防衛ラインに崩れたらもうおしまい。あとは適当に殴って対処。
きましょう。もっと強くならねば。 Y レベルアップ。このまま進みましょう。みおちゃんのレベルが31に到達。 HP、仏棒、魔棒、命中、変身、速度がアップ。何点もらえるかしら。残虐行為手当17,524円、勲章35、名声87獲得。くそ、うわ、一体何のつもりだ。嘘までついて両軍と戦うなどと。ゴービル、ベルトラン、聞いてくれ。守るために戦う、戦わずして守る、共に正しいと思う。だがそれで仲間同士争っていてはどちらも成し遂げることはできない。ゼノイラという強大な敵を前に今は支え合うことこそ重要だ。一本の矢だと簡単に折れちゃうけど、束になれば折れないってやつだね。それをわざわざ教えるために俺たちと戦ったのかよ。情けない、そんな当然のことすら忘れていたとは。なら俺たちも連れて行ってくれ。戦いを終わらすため力になりたい。わしも同じ思いだ。力なき者たちを守るためにも、そして次こそゼノイラ打倒の悲願を成し遂げる。せっかく力を合わせよってんだ、一緒にやってやろうぜ。ああ、二人の参戦はとても心強い。ゼノイラを倒すため力を合わせよう。といったところで今回は終了です。次回、城塞都市ドラコドリナ。それでは皆さん、お達者で。